ブカシンブライッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身のポップロック歌手である。旧ユーゴスラビア連邦一円で2008年から2009年にかけて放映されたリアリティ番組、オペラツヤ・トリウムフの第一シーズンに参加し、その名が知られるようになった。同番組は、かつてユーゴスラビア連邦に属した、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア共和国、モンテネグロ、 セルビアの5カ国で放送され、ブライッチは2位に終わった。ノルウェーのオスロで開催された、ユーロビジョンソングコンテストの2010年大会に、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として出場。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国北西部のマチサンスキモストにて1984年2月9日に、3人兄弟の、上司として生まれた。 弟と妹が一人ずついる。子供の頃から音楽に興味を持ち、初等学校の三年生の時に音楽学校に行きたいと両親に行こうが、当時はボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の最中であり、願いは叶わなかった。1994年、紛争から逃れるために、ボスニア・ヘルツェゴビナを離れ、セルビア・ソポト市のマリ・ポジャレバツに移住した。マリ・ポジャレバツで一年を過ごした後、 家族と共に茶着へと移り、茶着にて初等教育及び中等教育を得た。両親は、部下心に音楽教育を受けさせられなかったが、部下心は書籍やインターネットを通じて、独学で音楽を学び、鍵盤楽器やギターの奏法を身につけた。15歳の時に、おじから初めてのギターを与えられた時、家族に対して、いつか、このギターでみんなを養ってやると言った。 部下心は合唱団で歌い、ダンススタジオで踊り、演劇クラブにも属し、それらでの活動を通じて音楽パフォーマンスの経験を積んでいった。19歳の時に茶着からネゴティに移り、教育大学に入学、本格的に音楽や歌唱を学んだ。部下心は教育大学での子供たちとの交流を楽しみ、教え子たちは観客で教室は舞台だと語っていた。 この当時、学位を得るために後卒業論文を残すのみとなって、いたが音楽活動のために延期していた。ネゴティンで同居していた友人からも音楽を教わり、ギターのスキルを向上させていた。アフェクト大学の3年生の時、ネゴティンからベオグラードに移住した。2003年にネゴティンにて出会った友人で、メロディックなメタルロックの楽曲を作っていた、ダルコ・ニコディエビッチ。 ネマニア・アンジェルコビッチは、アフェクトという名のバンドを結成していた。バンドには、リードボーカルがいなかったが、彼らは歌を歌いギターも弾けるブカシンをバンドに誘った。2004年の夏、ブカシンはこのバンドで4曲を録音した。ブカシンはこれらの楽曲を気に入り、そこに、自分の音楽の方向性を見出していく。2005年初頭、アフェクトは、ベーシストのニコラ・ディミティエビッチ。 ドラマーのジェリコデスピッチを得て、フル、メンバーとなった。環境が十分でなかったために、2006年末までに、録音できたのは10曲程度であったが、この年の夏にレコード会社の PGP、RTS のオグニエン・ウゼラツと連絡を取り、プロモーション用、CD シングルの発売を打診された。2006年秋には、PGP ・ RTS の、第5スタジオで、ニースタ・バイスネ、オスト・ヘと。 アイデイ・ジャノのカバー曲の2曲をヘビメタルのスタイルで録音した。2007年4月、シングルは発売され、彼らはベオグラード以外でも活動を始めた。バンドのメンバーの中で、プロとしての音楽活動を続けたいと考えているのは、ブカシン一人であったが、ダルコ・ニコディエビッチやネマニア・アンジェルコビッチはその後も、ブカシンの活動にチームの一員として加わっている。 ラッキールークアフェクトでの活動の後、部下ンはマルコ・マリッチとのアコースティックデュオ、ラッキールークとして音楽活動を続けた。部下ンがオペラツヤ・トリウムフに出場するまで活動を続け、モーニングショーなどにも登場した。ネゴティンでのルームメイトが電話でオペラツヤ・トリウムフの参加受付が始まっていることを知らせ、部下ンの第一が参加登録を行った。この時、 ネゴティンにいた本人は、大学への貢献にと、直ちに参加の準備を始めた。ベオグラードに戻り、それまでの音楽活動で稼いだ資金をすべて突き込んで、3ヶ月にわたって、歌唱指導者のターニャ・アンドレイッチ教授に指示した。オーディションを通過して参加が決まった後、他のセルビアからの参加者たちと共に、セルビア各地で、プロモーションコンサートを開いた。 別個心ブロジックオペラツィアトリウムフの決勝戦にて、昭和2008年9月22日に始まった。初回は他の参加者とのデュエットであり、イバナ・ニコディエビッチと共に、リブラ・チョルバのカダパ・パドニー・ノックとメタリカのエンター・ザントマンを歌った。第2回では初めて脱落の候補となったが、その理由は告げられず、最終的に脱落は免れた。第八回では視聴者投票によって、 再び脱落の候補となった。部下心と共に脱落候補となったジョルジェゴゴブは何度か視聴者のお気に入りとなっていたが、ゴゴブとの接戦の末次回への進出を決めた。この時はエクストリームのモアザンワーズを歌い、部下心のアコースティックギター演奏のスキルを見せつける名パフォーマンスとなった。またこの回ではジョルジェゴゴブとのデュエットでデニー・クラビッツの ああいうごなゴーマイウェイも歌った。その後、第10回には、ニコラ・サリッチと共に、再び脱落の候補となった。サリッチも過去に何度か視聴者のお気に入りとなっていたが、この時は視聴者投票によってサリッチに勝ち、次回への進出を決めた。このため、ゴゴブとの競合の件と合わせて、部下心は、お気に入り殺しの異名を受けた。その後、決勝まで進んだが、最終的には、 アドナンババイッチに次いで2位となった。公式発表によると、ブカシンは30万票ほどを獲得している。ブカシンは、ーの中ではしっかり目立つ存在であり、あらゆる年代、そして、旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国のすべての地域から支持を集めていた。旧ユーゴスラビア地域を再び一つにした、と称えられ、ショーの審査員は、 すべての参加者の中で最も平均レベルが高いと評された。また、部下心のコメント、掲示板に書き込む、奴らは最悪だ。そして俺もその中の一人だ。によって、掲示板利用者の間でも高い人気を集めた。オペラツヤトリウムフでのパフォーマンス。ベオグラードにて、オペラツヤトリウムフ終了後、セルビアからの同番組の参加者3人とともに、 OT Band というバンドを結成した。2009年2月23日、部下新羅 OT Band は、ソーニャ・バキッチと共に、ジェームス・ブラントのベオグラードでのコンサートの前座を、務めた。OT Band は、ユーロビジョン・ソング・コンテストのセルビア代表選考である、ベオビジア2009に挑戦し、e o o ェン n s ブクマノビッチ、E. ボトリッチによる、楽曲、ブラガスラブ・ザクライを披露した。 3月7日の準決勝では、OT ベンドは24得点を得て、首位で決勝進出を決めた。翌日の決勝では、視聴者投票53,550票のうち28,521票を得て、視聴者投票では、首位となり、最高得点である12点を得た。しかし、審査員投票では5点しか得られず、総合順位では次点に終わった。 2009年4月19日と20日、ブカシンら、かつてのオペラツィアトリウムフ参加者たちは、ベオグラードのサバセンターで1万人の監修を前に、して2日間のコンサートを行った。ブカシンは、OT ベンドの楽曲や、国内外のヒット曲のカバーを歌った。同年の夏、オペラツィアトリウムフの参加者たちは、モンテネグロツアーを行い、中でも、 ポドゴリツァでは大きな競技場を使用して行われた。同国のヘルツェグノビで開かれたスンチャネスカレ2009では1日目の夜にプリンス賞が選ばれ、オーティーベンドとカロリーナ・ゴチバの楽曲ザボーラベイは今年のブレークスルー賞に選ばれた。2009年7月12日、ベオグラードアリーナにてオーティーベンドはアナベビッチと共に第25回かけユニバーシアードの閉会式で パフォーマンスを行った。この大会には145の国から8200人の参加者が集まっていた。他のオペラツィアトリウムフの参加者たちも各地でコンサートを行っており、OT ベンドとアナベビッチがウジつで開いたコンサートでは1万人が集まった。オペラツィアトリウムフの参加者によるさよならコンサートはこの年の年末にベオグラードのサバセンターで行われ、 彼らはこれをもって、オペラツィアトリウムフ、生徒としての活動を終え、それぞれのキャリアを築く道へと旅立つとされた。ボイカンボリサブリエビッチの指揮による、セルビア国防省のスラニスラブビニチュキ楽団の演奏の下、ベオグラードのドムシンディカタにて、スウェーデンのバンドアバのマンマミーアと題するコンサートが行われた。ンドは、マヤ・オジャクリエフスカ、ナダ・パブロッチ、 ティアナ・ダプチェビッチ、イエレナ・ヨビチッチ、ミレナ・バシッチ、デイアン・ルトキッチ、マリンコ・マズガリと共にコンサートに参加した。コンサートには在セルビア・スウェーデン大使館が出資しており、また特別ゲストとして、ベオグラード・オペラのプリマドンナ、ヤドランカ・ヨバノビッチが招聘された。2010年1月11日、ブカシン・ブライッチの楽曲、ムンジャ・アイグラムがノルウェーのオスロで、 開催予定のユーロビジョンソングコンテストの2010年大会にボスニア・ヘルツェゴビナ代表曲として選ばれたことが発表された。ありがとうございます。